鳥居浅向神社は、和歌山県和歌山市詐欺の森明神町にある神社。式内社で、旧社格は孫社。祭神について、新明町交渉では、高知県高知市の朝倉神社同様に、定員師判別名とする説を挙げる。古い由緒は不詳。平安時代中期の演劇式新明町には、木の国名ぐ郡に、浅向神社と記載され、 式内社に列している。また、木の国新名町には、14以上浅むく神と記載されている。明治時代の和歌山県神社名裁町によれば、観光2年5月に、拙者治さむ武器、英徳2年5月、王永18年4月、英京10年12月、高正3年8月、英昇年間に造営があり、天昇年間の陛下で車両を失ったという。そして、 文禄五年に、和歌山城代、桑山茂春が再建したが、万事二年に消失、翌年紀州徳川家により復旧された。教法八年の詐欺森神社記によると、式内社、浅向神社は、所在不明となっていたが、遠方年間に、和歌山藩の樹者、李ヴァが、それまで、宇都市国社と称した当社を式内社に否定し、社名を浅向神社に改称したという。 明治に入り、近代社格制度では損者に列した。社殿は第二次大戦の和歌山市空襲で消失し、昭和35年に再建された。所在地交通アクセス。ありがとうございます。